土木のラジオ。皆さん、土木好きですか？ピンとこないななんて思ってらっしゃいません？でもね、土木は思っているよりとても私たちの身近にあるものなのです。この番組では土木関係者や土木好きの方をゲストにお迎えし、さまざまなインフラに関する旬な話題や土木の魅力を分かりやすく、そして熱く語っていただきます。皆さんに少しでも土木に興味を持っていただき、身近に感じてもらうきっかけとなるような情報を発信していきます。土木のラジオ、ドボラジ。この番組は土木学会、建設技術研究所、関東学院大学、キャリアナビゲーション、清水建設、竹中土木、三井住友建設、リコート所の提供でお送りします。さあ、今週もドボラジの時間がやってきました。今回のドボラジナビゲーターは私ジュミと赤井ゆきでお送りします。はい、ゆきさん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、もう4月もね、半ばを過ぎまして、もうちょっとゴールデンウィークが目の前まで来ましたけど、ゆきさんのお仕事はどうなんですか？ウキウキしたいところなんですが、ちょっとね、決算時期ということで。なんで声小さくなってんの？もうね、今ね、本当超忙しい時期なんですけど。そうなんですか。ここを乗り越えればですね、楽しいゴールデンウィークが待っていると、それを描いてですね、なんとか頑張っているところです、なるほど。あと3日4日ですけどね。そう、もう頑張るしかない。まあ、無理せず頑張っていただきたいと思いますけれども、さあ、では今回のテーマご紹介しましょうか。今回のテーマは、江戸に多摩川の水を引く多摩川兄弟の熱意と技術です。多摩川上水はもちろんご存知ですか？名前はね、聞いてるんですけど、あんまり詳しく実は知らないんですよね。確かに私もね、しかも多摩川上水の多摩川っていうのは玉という字じゃないですか。そうなんですよね。あの多摩川とちょっと違うんですよね。違うんですよ。だからなぜこの玉という字を使ったのかなんていうことも知りたいなと思いつつ、ぜひこの後お話を伺っていきましょう、ではゲストの方をお迎えしてのトーク始めていきましょう。今回のテーマ、江戸に多摩川の水を引く多摩川兄弟の熱意と技術についてお話を伺うゲストの方もすっかりおなじみです。緒方秀樹さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。では緒方さんのプロフィールご紹介しましょう。緒方さんは土木学会土木広報センター土木リテラシー促進グループに所属なさっています。また日本で初めて土木広報論で博士号を取得されており、2022年末に発刊された大地を開くでは、古代から近代までに活躍した代表的な土木偉人を取り上げていらっしゃいます。この本で土木学会出版文化賞を受賞なさいました。というわけで、緒方さん、よろしくお願いいたします。そしてゆきさんもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、今日のテーマは、江戸に多摩川の水を引く多摩川兄弟の熱意と技術ということですね、いわゆる多摩川上水を作った多摩川兄弟にまつわるお話ということなんですよね、まずは多摩川上水が作られた時代背景、そのあたりからお話を伺いたいと思います、多摩川上水、これは江戸時代前期に作られた上水道であるということで、現在の東京の羽村の取水堰から多摩川を水を取って、ずっと武蔵野台地東へ流れて、現在の四ツ谷四丁目交差点付近、当時、四ツ谷大木戸までを流れる延長約43キロメートルの用水路だということですね。43キロ、ほぼフルマラソンと変わらない。そうですね、そういう上水道、現在でも上流部現役の導水路として活躍していますけども、実は私もですね、多摩川上水、家から割合近いんですよ。で、三鷹の方ですけど、きれいな緑、水、その音を聞きながら散歩すると、いろんな方がいらっしゃいますけども、多摩川上水、近いですか？私もそうなんです。実はね、今回のこのお話で
すぐそば、すぐそば、ゆきさんの家すぐそば、本当にお散歩コースというか、あ、こんな近くにそういえばあったって思って、前からご存知でした、ね、やっぱり、うん、名前というか何かがあるなっていうのは分かったんですけど、はい、ただそれが、あ、玉川上水ってちゃんとなんていうのかな、きちっとした何かがっていうのは、うん、あの改めて調べて分かったって感じです。そうですか、うん、身近に感じれて、まあ、なんか、ね、今日楽しみなんです、ね、はい、まあ、それくらいね、いろんな方が身近に感じるということですけども、はい、うん、まあ、玉川上水って言えば、まあ、ある作家のことが浮かんできませんかね、ジュミさん。いや、そうですよ、やはりこれは、まあ、あの、まあ、悲しい出来事ではあったと思うんですけれども、あの太宰治さんが、あの、まあ、玉川上水に入水なさってということ、これが何年ぐらいのことでしたかね。1948年に2人で入水された、そういうことですよね。ということは当時はかなりの流れがあったんですか。その頃まではあったんじゃないですかね、はい、まあ、その後ちょっといろいろ、あの、干からびていくという時代もありましたが、まあ現在もあの三鷹の善林寺、まあここで応答記という、あの、法要が行われてますね。まあというようなことで、最初のポイントは玉川上水が作られた時代背景、なぜ玉川上水は作られたのか、これだけ大きい、ね、長い、そう、ね、43キロですよ、はい、そこね、まあ、時代をですね、江戸時代初期と言いましたけど、うん、もうちょっと詳しく言いますと、徳川家綱第4代将軍の時代ですね、はい、ということは徳川家康が江戸に入ってからだいぶ経ってますけども、だん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 人が増えていくというのは一番参勤交代ですね。まあ、地方にはまあ200余りの大名いますから、その大名、妻と子、うん、これを江戸屋敷に住まわせなくてはならない、はい、ね、そして商人も町人もやってくる、とてもとても家康さんが神田上水から水を引いただけでは足りないと、うんうん、これが新しい上水路を引かなきゃいけない必要不可欠条件だったという時代背景ですね。なるほどね、人がいたらね、それだけお水は高い、ね、必要ということですもんね、まあ、ね、とはいうものの、はい、もうだいぶ水は引かれてますから、並大抵のことではないということで、いや、これはどうしても玉川の水を引くべきだと言い出したのが玉川兄弟という説もありますね。玉川兄弟は何者なんでしょうね。説があるってことは、どういうことですか？はっきりはしてないんですかね、うん、そうなんですね。この玉川上水に関して、特に工事に関して記録がほとんど残ってないんですよ。ですから、まあ、いろんな研究文献ありますけども、その中から有力な説をだんだん狭めていって、あの憶測してだんだん分かってきているというようなことの中から言いますと、まあ、水不足ということから、まあ、新しい上水路、これ開削し急いだ徳川幕府があったということはもうはっきりしてますけども、まあ、総奉行にですね、松平信綱、そして利根川東遷を進めた伊那忠治という玉川水道奉行に命じまして、やっぱり引きなさいと、そして玉川兄弟が工事を請け負うということなんですが、はい、この時まだ玉川さんという名前じゃなかったんですね。ただ単に兄が正右衛門さん、うん、弟が正右衛門さん、この二人が工事の請け負い人となったと。ほう、名字がまだないっていうやつですね。そうするとこの兄弟っていうのは何かその土木のやってたとか、そういう出身がそうだとかってことなんですかね。と思いますよね、いろいろ測量したらいろんなこともやったでしょうから、ただしいろんな説の中から見てみると町人であったとか、あるいは農民であったとか、いろんな説があるわけなんですけども、はい、どちらにしてもですね、一番難しかったのはこの玉がずっとありますけども、どこから水を引くかということだったんですね、まあ、これでみんな頭を悩ませるということで、まあ、玉川兄弟も、広大な武蔵野大地どこから引くべきか、いろいろくまなく調査したと思われますけども、
さあ引いてみたはいいが、この工事2回失敗してんですよ。引いてみたんですか？一応引こうとしたんですね。要は取水石をここにしようと、はい、引く前のことですけども、決めたんだけど2回失敗失敗しちゃった。これは原因は取水口にあったんですね、はい、で最初1度目はですね、日の取水口にしたんですね、そうしましたらなんと地面が土に吸い込まれるっていう、まあ、当時今水クラウイド、水を食う土と書きますけども、すごいですね、すごい名前なんですよ。怖い、ちょっと、すごい、なんかちょっと驚々しい感じですね。驚々しいですよね。水が地面を食う、そういう現象が発生したためであったとか、はい、まあ、あるいはですね、関東ロームということで、まあ、浸透性が高いということでそのせいじゃないかとか言われてますけども、はい、まあ、もう一回は今度はフッサを取水口にしようとしましたところ、今度はですね、この高い土地ですからあそこにぶつかったり、まあ、火山灰の赤土が水を食ってしまうとか、まあ、フッサはやっぱり硬い岩盤があったんでしょうかね、まあ、そんなことで2回失敗したんですよ、はい、そして結局ですね、松平信綱の家臣伸び止め用水の解作者として知られてますけども、安増金右衛門さんっていう人が間に入りまして、協議した結果、多摩川地域の北西部に位置します羽村にしようということになっちゃったんですね。なるほど、やっと場所が決まったってことですけど、羽村市って多摩川の河口から随分離れてると思うんですよね、なんでそんな場所を選んだのかなって思うんですけど。そうですよね、今も羽村の出水石、ちょうど青梅線で羽村の駅から歩きますと10分ぐらいかかるんですけど、私も何度か行きましたが、まあ、都心からだいぶ離れてますよね、はい、どうして多摩川の河口から約54キロも遡ったところの羽村に堰を設けて水を引こうとしたんだろうかということ、まず一つ考えられるのが、徳川家康によって作られた江戸の町っていうのはですね、埋め立て地がとても多くって軟弱だったということがありますね、ですからどうしても上流へ遡っていく必要がある。それともう一つは柿原町の松さんに教えてもらったんですけど、はい、多摩川が右側に大きく曲がっている羽村の場所、はいはい、そこがですね、多摩川の水が減っても大きく上流で曲がってますから、うん、水を取水口に大きく取り入れることができる格好の場所であったのではないかと。その曲がる時の勢いで、はいはい、大量の水を取り入れることができるんじゃないか、すごいというようなことも想像されるわけですね。なるほどね、すごいですね、そのこともなんか計算してってことなんだと思いますけど、ね、羽村の堰が多摩川上水の起点であるっていうことがね、分かったんですけど、いよいよまあ工事が開始するっていうことなんですけど、まあ、これ相当な年月がかかったと私は思ってるんですけど。でしょう ね、これかかりますよね、かかりますよね、7ヶ月です。1653年に着工するんですけど、はい、羽村から四谷の大木戸まで約3ヶ月で竣工してるらしい。すごい。これは人手が多かったんですか、それとも何か別の理由が。ですよね、まあ、現在のようにブルドーザーとかショベルカーとか大型機械、これがあるわけでもなし、高度な測量機械もなかったと。どうしてフルマラソンの距離を掘ってそんな短期間に水が引かれたんだろうということでございます、はい、さあどうやって短期間に工事が完成したのか、その秘密は後半に伺いたいと思います。ということでここでちょっとブレイクといきましょう。喉乾いたな。うん、冷蔵庫に水冷やしてあるよ。来週ね、福岡に出張。日帰りできるよね。あれ揺れてる。え、地震だね、大丈夫かな。何気ない普通の暮らしを土木が支えています。未来に続く安全安心を、建設技術研究所。おい次郎、お前将来何になるんだ。
え、言いたくないし。なんで？恥ずかしいし。いいから言ってみろよ。土木エンジニア。え、お前サッカー選手じゃなかったのか？この間連れてってもらったお父さんの現場がかっこよかったんだ。あなたの暮らしの身近にある土木について一緒に考えてみませんか？土木学会はみんなの暮らしを支える技術者の集まりです。土木のラジオ、ドボラジ。今日のゲストは尾形秀樹さんをお迎えして、江戸に多摩川の水を引く多摩川兄弟の熱意と技術をテーマにお話を伺っています。引き続き尾形さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、そしてゆきさんもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと前半から感動、そうですね、びっくりすることいっぱいあります。本当そうなんですよ。はあ、でね、あの続きで遠くこの羽村かな、うん、四谷大木戸まですごく短い、本当に短期間で水を引いたという経緯があったんですけど、これどういう、ね、うん、そうですね、どういう経緯でっていうのが大事ですよね。ちょっと簡単に振り返って追っかけてみますと、まず一つ目が、計画は、工事の計画は多摩川の水を羽村で取り入れる、で緩やかな勾配を利用して四谷大木戸まで素掘りで掘り進む、でそこから虎ノ門までつなげるという計画ですね。でこれに対して、だいたい高井戸付近まで掘り進んだところで工事費用が尽きてしまうんです。これは玉川兄弟も困りますけど、どうして工事費の追加を幕は認めなかったんだろうと、もちろん申し入れてるんですけど、でもしょうがなくここで止めるわけにはいかないと、玉川兄弟はですね、ということで自分たちの取材を投じてまでも屋敷まで売っ払って続けるんですよ。すごい。どうしてそこまでするのか、まあ、あのこのもはやもうその時点ではですね、このビッグプロジェクト、もう自分の名声欲とか権利欲とかいろんなことよりもとにかく水を届けるんだという使命感の方が勝ってたんじゃないかなと想像するわけですが、そしてさっきも言いました通り、わずか7ヶ月ぐらいで、四谷大木まで掘って、その翌月には、まあ、石の問いとか木の問いを通しながら虎ノ門まで行くと、さらにその先まで、はい、それを成し遂げてしまったと。いいですよね。すごいんですけどね、なんで幕府は工事費の追加してあげなかったのかなって思いますよね。そうですよね、計画の変更、リードの失敗、資金が詰まってしまった、あるいは、まあ、今もあることですけども、失敗の責任問題を幕府は国は役人は回避したのか。いやいやいや、でもね、これはもっとあの壮大なるビジョンを持ってね、幕府としては捉えなきゃいけなかったんじゃないですかね。そうですよね、ですよね、今でもありますよね、大きなね事業でね、これからもありますよね。どうするんでしょうね。いや、だからその玉川兄弟も本当にある時は失意のどん底になっちゃったんじゃないかと思うけど、やっぱりそれよりも使命感が勝ったんですね。すごいね、昔の人ってって思います。だって高度なね、今のみたいな建設機械もない時代なわけですよ。 そこにどんな知恵や技術が使われたのかなっていうのも気になるとこですよね。そこです。だからこの短期間で成し遂げた一番のツボはどこにあるのかと言ったら、やっぱり測量技術かなという気がするんですよね。測量技術ですか。まあ、あの記録でたどってみますと、夜束にした線香、これを明かり代わりにしたりとか、提灯の明かりを使ったりとか、まあ、標高差92メーターですからね、次第に緩やかな水の流れになるようにどうやって測ったかっていうのが一番のツボだと思うんですね。で、まあ工事自体は人海戦術、農民たちもいっぱい駆り出されて、ということでしたけども、羽村の標高126メーター四谷大木戸との標高差わずか92メーター、その傾斜を利用して水が自然に流れているようにするということさえ関係すれば工事は早かったのかもしれないんですけど、ということは100メーターごとにおよそ21センチずつ低くしていく計算になりますけども、100メーターで21センチですよ。繊細ですよね。極めて高度な測量技術が必要ですよね。本当にこれを玉川兄弟がやったのか、特別な測量技師がいたのか、この辺は分かりませんけども、
どうも道具として使われたのが水を盛る台、水盛り台という木でできてる、まあ、幅に何センチぐらいですかね、15センチぐらいの角材が使われてるんですよ。でそこに細い溝をうがって、うん、あの角材の中に、うん、そこに水を通して水平になっているか測ると、うん、まあ、現在の水平器のようなものも使われてたとかですね、はい、まあ、いろんなものが使われてたんだろうと。そうか、こう水まっすぐだったら、あの水こぼれない、こうやって傾いてたら水出ちゃうみたいな感じなのかな、どんなものなんだろうね。でもとはいえだって、ま、たね、15センチの幅のものでそんなのだよ、どうやってやってたんだろう、すごい技術ですね。いや、なんか絶対この時代の玉川兄弟の作業を後ろから見てみたい。ね、そういうのあるといいですよね。本当に昔に戻ってこう、あ、こうやってたんだっていうのが見てみたいなと思うんですけど、見てみたい、ね、すごい技術と、まあ、苦労も相当あったと思うんですけど、でしょうね。だって、ね、あの航空地図みたいなものもないわけじゃないですか。何もない、私たちどこに向かってるんだろうみたいなところもあるわけでしょう。本当にすごすぎる、ね、本当町人だか農民だかわからないっていうね、謎の玉川兄弟なわけですけど、はい、 ね、まあ、そんな技術を持ってたのかなっていうところですよね、うん、そうですよね、うん、あの浜村石って行ったことございますか。私もないですよ。うん、まあ、そこに行くと、うん、あの兄弟の銅像があるんですけど、はい、よく見ると兄の正右衛門さん手に綱を持ってる、弟の正右衛門さんは手に剣座を、間の竿って書きますけど、はい、っていう物差しを持ってるんですよ。これどちらも測量用の道具じゃないかなと思われるんですね。まあ、2人が実際に測量したのかどうかは不明ですけども、いろんなプロジェクトチームも携わり専門家もいたんだと思うんですけど、それをそう象徴するものとしてその道具を後々この銅像に持たせたんじゃないかなという気がするんですね。でも考えてみたら縄と竿ですよ、うん、これだけで43キロ達するってすごいことですよね。今渡されてもね、私たち渡されてもね、どうしたっていいでしょう、何をしたらどうしたら測れるだろうって感じですよね。ですよね。でしかもさっきね、あの尾形さんおっしゃったように7ヶ月ちょっとでそれを完成させるわけでしょう、うん、いやこれはなんかちょっと尋常じゃない、ね、だからやっぱ明確なその準備というか、はい、ここにこう作ればいいっていう、うん、その下準備には相当時間がかかってたんじゃないかなって気はしますね、はい、ということですよ ね、僕の段取りですよね。そうですね、大事なやつですね、大事なやつですね、まあね、秀吉さんみたいにね、一晩でねお城を作ったわけじゃなくて段取りがさざんあったという、そうですね、ようなことですかね。さあ、そしてこの羽村の石、投げ渡し石という構造物があると、これでよく見ないとわからないんですけども、はい、そうやって見るとなるほどと思うのが投げ渡し石、これって、台風とか大雨が来た時のために、玉川の水位が上がって、一定の水位を超えるとどうなるか、うん、石自体が下に流れていくというようなことで、作られていると。でこれもしこれ流されてしまったら水位が下がる、はい、そうするとまた石を再構築すると、うん、これってあの江戸時代から使われている技術なんですね。これが現在に伝わっていると。そうなんですか、まあ、そんなこととこの石の構造価値、そういったことが認証されて、平成26年度の土木学会選奨土木遺産ということで、そこの広場に名文が置いてありますね。なるほど。これ今現在の土木技術者の皆さんもこの玉川上水から学ぶことって結構あるわけですか。そうですね、うん、まあ、技術を学ぶというよりは、はい、資金もなくなって、うん、それでもやり遂げる、うん、その、まあ、町民ですからね、はい、まあ、その後にもちろん名前つけてもらいましたし褒美ももらいましたけども、まあ、そういう心意気には学ぶことあるんでしょうけども、うん、一番やっぱり例えばそこ玉川を散歩する私たち、はい、これは地域の方々、
がそこから何をあの銅像からあるいは取水石から汲み取るかっていうのも大きいかもしれませんね。そうですね。どうですかゆきさん。だからすごく生活私たちに割とね、近くにあるもので、なんか身近にそういうものがある。でそこにはこういろん本当に昔の人のすごい苦労があって、なかなかそういうのって普段の生活ではこう見過ごしちゃってるかなって思うんですけど、こうやって小川さんのね話とか聞くと、あのいろんなところにちょっと目を向けてみると、そういう歴史みたいなものとかね見つけられるんじゃないかなって思いましたね。そうですね。ただね、驚くのはね、玉川上水一回もう途絶えてんですよね。昭和に入って、昭和40年にですね一回廃止されてて、長屋が途絶えてしまった、それ暗渠になったんですね。それを市民の方々が何度も何度も声を上げて何度も元通りにしてきたという歴史があって、今のあの綺麗な散歩道があると。なるほど、はい、さあでは最後になりますけれども、尾形さん、この玉川用水、そして玉川兄弟から学ぶこと、どんなところなんでしょうね。はい、徳川家康によってですね、江戸が100万都市の礎を築いたと、特にその中で上水道大事だったということありますけども、現在この風景の中で、歩きますといろんな木漏れ日が流れてきたり差してきたり、いろんな安らぎを与えてくれる玉川上水が思うんですけども、玉川上水について書かれた杉本園子さんに、玉川上水小説書かれた後ですけども話を聞いたことがあります、はい、そうしましたら杉本さんこうやっておっしゃったんですね。元来治水とか土木工事というものは世の中を住みよくするために血と汗を流す人がいて成功するのですねと。この杉本さんもこの玉川上水を復活させようという運動に大きな声を上げられた一人でしたね。なるほど、こうやって歴史をねずっと守ってきた方たちがたくさんいらっしゃるわけですよね。尾形さんありがとうございました。いや、やっぱり土木って面白いですね。さあそれでは最後に全員の掛け声で締めたいと思います。いきますよ、ドボラジ終了よし、ドボラジ終了よし。いや、この玉川上水が、将軍様の、名というか、作られることになったわけなんですけど、オープニングでねちょっと話してましたけど、玉川の玉っていう字、普通のね多いっていう方の玉川と玉っていうね玉、これやっぱり将軍様の位の高いというか、清らかなみたいなイメージ、意味をする言葉みたいなので、もしかしたらそういった意味もあって玉ってついたのかななんていう気もしてますね。そうですね。やっぱりそう、玉川兄弟って謎がねすごく多かったから、まだ分からないこといっぱいあって、本当真実がこれから出てくる可能性まだまだあるかなと思ってるんですよね。そうですよね、もしかして玉川兄弟についてご存知の方がいらっしゃったら、ぜひドボラジまでメッセージいただきたいですよ ね実はこうですよなんてね、そう話聞けたら。宛先は voice@fm840.jp です。ぜひ情報などお寄せいただければなというふうに思います。はい、はい、では次回をご紹介しましょう。次回は祝ドボラジ5周年をテーマにお話を進めていきたいと思います。番組へのご意見ご感想は voice@fm840.jp までお寄せください。また番組ホームページや YouTube に収録時の様子をアップしています。こちらもチェックしてみてくださいね。それでは来週も土木のラジオドボラジでお会いしましょう。